見た。これもすごい一点もん。これ一点もんだよ。え？どうする？近くで見る？うん、持っていい。うわ、無理無理無理。うわあ！親知らず。これ手に取ってもいいから大丈夫。丈夫だから。手には取らんだろう。だけ。いや、もうないから。もう手に入んないって。これ俺欲しい。ええ。なんでだよ。だっておもろいやん。なんで自分のですらおかしいのにさ、人の親知らず保管してんの。確かに意味わかんない。もらうときすげえ恥ずかしかったんだから。奥歯片っぽ買うから。その絵をくれんかね。見てくれた夢丸の彼女の絵を見てしこらしてくれ。お前の彼女の似顔絵をってしこらしてくれ。そしたらお前これを口にしがみながら自生するもん。クソだ。絶対にすんじゃダメ。でもってこの歯にかけさせてくれ。意味がどういうこと。なんでそれに性的要素が。最終的に夢丸にかけてんじゃん。